What's going on, guys? Master Turkey here. So this is a request from a YouTube user to test the Yakuza games. So I actually drove to an auction to pick up Yakuza 3 and Yakuza 4. And I got them. So we're going to test Yakuza 4 now. We'll be right back.
舐めた口聞きやがって。いいね。気合入ってきたみたいじゃないか。久々に本気の喧嘩が楽しめそうだ。ムカつく野郎で。いいだろう。その分かりやすい挑発乗ってやるぜ。こっちはいつでもいいぜ。行くぞ、こんなじゃ。 Let's go.
아니게. 아래가 위에 놓는 렌즈가 아라이사, ちょっと来るのが遅かったね。 相変わらずの強さですね。 スカイファイナンスにうちら本職が手出せないのもよくわかる。勝手なことして悪かったね。こいつらちょっとムカついたもんでさ。さすが新井さんだね。 こっちの気持ちがよくわかってる。この世界に入って最初に覚えたのがこの動作でしたから、ちゃんと一発で火をつけないと兄さんたちに殴り飛ばされたもんです。そのことじゃないよ。え？なんで俺がこいつらと喧嘩したのか聞かないんだ。うちの親父に金貸した時の条件が関係してるんでしょう。 やっぱり知ってたんだ。ええ、秋山さんともあろう人が何の条件もなしにうちの親父に金を貸すわけないでしょう。どんな条件か知ってる？まあ直接親父に聞いたわけじゃないんですが、金村の引退ですよね。 俺はさ、あんたならいけると思ってんだよね。堂島の竜って言われたあの人の領域に。買いかぶりすぎですよ。俺と4代目ではこの世界に足を踏み入れた瞬間から天と地ほどの差があります。俺が金村工業を継いだとこでその差は埋められませんよ。そんなもんなのかね。 俺なんか空から金をもらってからあっという間にここまで来たぜ。そういえばそうでしたね。忘れてました。人間、チャンスは突然降ってくる。要はそのチャンスをもらってから一気に上り詰められるかどうかなんじゃねえのか。三次団体とはいえ組長は組長。 のし上がるチャンスとしては悪くない。あんたも少し真剣に考えといてくれ。あっ、くそ。あいつ、秋山さん、申し訳ありませんがここからは俺たちの仕事です。 どうすんだあんた。その拳銃今ここでぶっ放すのか。そんな勇気があんたにあんのか。撃ったらこっちもそれなりの対応をしなきゃなんない。だがこのままおとなしく帰るってならこの一件はなかったことにする。どうだ。何を偉そうに。こっちは 上の世話のメンツがかかってんだ。それは分かってる。だがあんたが撃てば俺も撃つ。なん、あんたらがどうしてこの店で飲んでたのかは問わない。だからその拳銃こっちに渡してくれ。くんな、くんな。 兄貴、兄貴、兄貴、大丈夫ですか？兄貴、くそ、逃げんぞ三島。大丈夫だ。脇腹をかすった程度だ。それよりもあいつらを、くそ、起動。はい、ここはいい。お前は
すぐにあいつらを追いかけろ。はい、わかりました。おい、起動。いいか、奴ら捕まえても絶対に無茶な真似するんじゃねえぞ。はい。申し訳ありません。もしもし。ええ、そうですね。